アンです。今日までです。小雪亭アンドコロです。ようこそおいでませ。差し入れ紹介登場。おお師匠と師範でやらせていただいてますので。師匠と師範師範違った違った違った師匠と師範じゃない。え、師範と弟子だろ。あ、そうか師匠と師範です。両方師匠になる。それはみんなが門下生。そうやな。そうそう、我々は師匠と師範どっちが師範？師範は武道や芸道を教える人のことを言います、うん、師匠も同じですが、弟子との関係の目上の人を師匠。あ、なるほどね、同じっぽい。まあでもじゃあ武術教えてたから私師範じゃん。いやいやいや、私武術習ってましたから。私いやいや、でもまあ私知識ありますから。いやいや、私も別に剣道に関しては師範。もういいだよ。はい、コスプレはですね、イベントに行くとなんか差し入れをあげたりもらったりというそういう文化がありまして、こんな差し入れ多いよねとか、まあ、我々だったらこういうのもらったら嬉しいよねとか、まあ、これはちょっと困っちゃうななどをちょっとお伝えして、皆さんが快適な差し入れライフを送るのに参考になればなと思います。差し入れ道場スタート。あげるときにこんなのをよくあげるよねっていう差し入れの話をまずはしていきたいと思います。アンランキングナンバーワン、アメちゃんをあげることが多いですめっちゃめっちゃあげてる。自分アメちゃん食べれないくせにアメちゃんをあげるという。私がアメちゃんあげる理由としては1個のサイズが小さいから、まあ、かさばらない、圧力で潰れるということであんまりない、保存がね長期間効くお菓子ですので、真夏以外だったらそんなに嫌がられないのかなと思って、お菓子なら私はアメちゃんが一番多いです。私ね、お菓子だったらチョコが多い。余ったら自分で食べるし。確かにキットカットとかビットみたいな、こうやってあげる小分け大事。金の紙で包まれたチョコ開けてくれるし、 あいつが中でクシャ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 クみたいになった時にカバンの中がチョコになってしまうので。いや、もう私だからその場で食べるもん。そう、私もそういうのもらったらその場で食べる。お菓子じゃないんだけど、アイマスクとか足に貼るさ休息時間みたいなシートは結構あげることが多い。来てるって分かってる友達絶対挨拶に行くから。ホットアイマスクもらって嫌な人あんまいないもんね。いないだろ、うん、普通に手紙を書くことはある。普通の個性画だとあんまないんですけど、即売会系は会う予定にしてるお友達には手紙とか書いたり、なんなら作家さんには普通にねお手紙ファンレター的なのを書いたりすることもありますし、サークルで参加されてる方のとこに何か渡すときは大量のお菓子をもらうだろうから手紙だけにすることが多いわ。私は伝えたい思いはこんなにもあるのに、なんかあなたの時間をこんなに拘束するわけにはいかないと思ってめっちゃしたためていく。わかる。逆に私たちがもらうパターンでいくと、まあ、さっき言ってた私たちがあげるって言ってたやつも基本もらうことはあるんですけど、まあ、それ以外で私が一番嬉しいのはパック顔のパックね小分けのパック1個だけとかでこうもらうこととかあるんですけど、うんうんうん、とっても嬉しいです。やっぱ1回で使い切り消耗品系はね、アイマスクもそうだけどやっぱ嬉しいよね。みんな50枚パックとかもらったら困るけどやっぱ1枚はめっちゃ嬉しい。そうそうそう、これ箱でもらったら、あ、ちょっと持ち歩くかちょっとね、若干ちょっとあーってなるけどイベント中さ、そんなに大きいバッグを、まあ、もちろん持ってないじゃない、うん、かさばらないものの方が、まあ、いいのかなと思いますね。夏だったら塩分タブレットとかひんやりするさ、ここにかけるさタオルとかあるじゃん。ある、嬉しい。そう、冬はねカイロをその配ったりもする。季節関連グッズは嬉しいね。いただいた差し入れが結局その後誰からいただいたのか分かんなくなっちゃうこともあるかもしれないから、名前とかツイッター、あ、XID を書いてくださったりしたらなんかすごいご挨拶に行きやすいのかなと思いますね。あと私はティーパックっていうのもらうのが嬉しくて、あれって結構カラーリングが豊富なんですよね。こうね、なんとは言わないですけど、こう推しのこの感じのやつと推しのこの感じのやつをこう2個セットとかにしてこう配ってらっしゃる人がいて、もう拍手、天才。そう、拍手喝采。家に帰ってインテリアとしてもいいしさらに飲めるという最高すぎる。カラーリングをなんかちょっと推しに合わせて選んでらっしゃる人とかはもう才能あるなと思う。才能の主のさ集いだからかもしれないね。そうだわ。いや、だってそうですもん。絵師さんだったからその人。そうでしょう。
エシさんってやっぱセンスあるよね。センスある。うちらのアメちゃんバンとは違うのよ。チョコバン、アメちゃんバンとは違うんだよ。で、あとは、まあ、こういうのをもらうとちょっと困っちゃうよっていう系。基本は何もらっても嬉しいんですけど、多分コスプレイヤーならではのこれは困るなみたいなのがあると思うんで、まあその例として、撮影をしていたりとかコスプレした状態で移動したりするので、さっきも言ったんですけど、かさばるものをねいただくとちょっと困っちゃうことが多いかもしれない。重たいもの、ペットボトルの飲み物とかをいただいちゃうと重量が増えるから、もうあれかもしんないな。紙袋に入ってる系はやっぱ紙袋ごと持っていかないといけなくなっちゃうから。コスプレイヤーとにかく荷物が多いので割れちゃうやつ、パイのみこうやって食べなきゃいけなくなっちゃうから、割れるようなものじゃない方がいいのかなとも思ったり。レイヤーは潰すっていう荷物の中でお菓子を潰すという概念がね、多分ねレイヤーじゃない人は分からないと思うんですけど、そうそう本当に潰れるんだよね。レイヤーよくあのおにぎり潰しますから。ケイちゃんおにぎり見た？見たパーンだよ。そう、なんかケイちゃんいつも朝さ、今日おにぎり食べようとか言って買うのよね。朝買ってでカバンの中に入れて、で帰りのアフターに向かってる時におにぎり食べるの忘れた、クシャーっていうのを出して、あの顔よ、楽しい。お菓子をもらいすぎる人たちもいるので、あ、この人多分もらいすぎるだろうなっていう人にはお菓子じゃないものを差し上げた方が喜ばれる可能性がある。まあでもお菓子大好きな人もいるだろうから分かんないんですけどね。はい、全然いける。私はもう本当にめちゃめちゃ甘党なんで、ご飯よりお菓子食べてるような人ではあるんですけど、そう、全然言ってなかったけど、あの手作りのお菓子とかはやめた方がいいと思います。友達間ではよくあること、うんうんうん、だからまあ良かれと思ってやる人もいるんでしょうけど、あのコスプレとかはちょっと初対面の人が多いと思うので、もしもねなんかあった場合に責任が取れないと思うので、そんな感じでしょうか。なんかすごい偉そうにと思われたらごめんなさい。別に本当に何もらっても嬉しいです。これからあのイベントに初めて行くとかいう方も多分いらっしゃるだろうから、少しでも参考にしていただければと思います。まあ、本当仲良くなるきっかけにはなるだろうから、そういうのはコス名刺とセットで渡すのが一番こう仲良くなれるかもしれないので。最初の頃ってさ、差し入れちょっと考えなかった？差し入れっていうものを知らなくて、なんか配り合ってて、おやおやって思った気がする、うん、さっきそのパイ飲みの話をしたけど、うん、多分初期の頃私めっちゃ自分がパイ飲み好きだから、2個入ってるやつあるじゃん、はい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 、これぐらいのあれめっちゃ配ってて、もらうようになって、え、めっちゃ粉砕するやんと思って、申し訳ねえと思ってさ、あれいただくようになって気づいた。ルマンドとかルマンドはねもう粉砕率ナンバーワンお菓子もうね細いしね。そう、まあ、私たちも失敗を経てここまで、これはいいかな、それは悪いかなっていうのにたどり着いたので、差し入れ道場を開くまでになったわけです。というわけで、皆様もぜひぜひ私たちの道場にまた通っていただいて違うね。以上、差し入れ紹介道場でした。チャンネル登録よろしく。つかまつる、なになに、大丈夫そう、これでいくよろしくお願い、つかまつる、チャンネル登録よろしく、つかまつる、いいよ、さっきのでいいわ、じゃあ